あれ、阿部さん。こんにちは。トラスト企画の阿部ちゃんです。水木です。今日見て、横浜町田インターまでやってきた。なんでこんなとこいるんですか。今日はですね、大魔王の方から阿部ちゃん、ある車を引き上げて来てくれっていう依頼をいただきました。引き上げ、はい、引き上げ案件。でこれキャリアカーなんですけど。そうなんです。今日なんとですね、引き上げに行くのが、はい、普通の場所じゃなくて、普通の場所じゃない、そう、ちょっととある某レジェンドショップさんの方に。マジっすか。はい、ね、遊びではない、仕事で、仕事です、仕事で。まあただ個人的にもすごく行ってみたかったっていうか、すごい有名な方なので。いや俺もまさかこんな遊びじゃないやな。そうそう、仕事で、ね、仕事で仕事です。社長ありがとう。ありがとう社長。ちょっと普段の動画とはこう違うんですけど、そのまあ引き上げの様子とかね、あと実際にちょっとお邪魔してお話なんかお伺いしてみたいなって思ってます。ちょっと面白いもの見れちゃうんじゃないですか、きっと。そうそう、多分普段の動画とはでは見れないもん見れると思いますんで、皆さんぜひ最後までお楽しみにご覧ください。茨城県下妻市の GT カー専門店トラスト企画、この度メカニックを募集します。自動車業界で働いてきた実績がある方、特に10年以上のキャリアがある方大歓迎。スポーツカーが大好きな方、好きを活かせる仕事がここにある。ご応募お待ちしています。阿部さん、着きましたね。そうなんですよ、ついに着きまして、場所というのがこちらでございます。ででん、ビーレーシングさん。これ皆さん知ってるでしょ、ビーレーシングさん。これってあれじゃないですか、あの数々の伝説のお車がここで誕生したというショップになってまして、ほら我々が崇拝する、ほら、ミゾナット86レビもここで、井田明さんの、はい、誕生したというね、今井さんのお店に今日やってきております。そうなんですよ、これ実はトラスト企画もね、あの BR さんと付き合いが、お付き合いさせていただいてまして。そうなんですか。そうなんですよ、もう何台かね買わせていただいているんですが、まあ、お客様紹介していただいたりとか、直接買い取りさせていただいたりとかね、すごくねよくしていただいてるショップさんなんで、で今日ほら、いろいろお話とかお伺いできるみたいなので、引き取りに合わせてね、ちょっと今井さんにお話なんかお伺いしちゃおうかなと。ここでしか聞けない、そう、ここでしか聞けないお話です皆さん、はい、そう、宣伝も挟みつつ、そうちょっとね、ちょっとね、はい、で一応買い取りさせていただいたお車がこちらのステージや260、まあ、お車はね、これまたちょっと後で、そう、後でまあ紹介するんで、この動画では紹介しませんの で、うん、でこれもお客様をまあ紹介していただいたという形でね、うん、はい、でこれで今日積んで帰りますけど、今回の動画はそういう趣旨じゃなくて、ちょっと違うお話をお伺いしたいなと思ってますので。いいですか、もうすごい工場めちゃめちゃでかいですよ。本当ですよね。阿部さん、今井さんの工場に、はい、今井さんいらっしゃいます。皆さん、今井さんです。こんにちは。こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。いえ、ビレーシングの今井さんです。どうも、今井です。一部の人には知られてると思います。いやいや、何をおっしゃいますか。ただの昔の暴走族の爺です。チューニング界のレジェンドです。いや、まあ、今日ちょっと引き取りでね、来させていただいたんですけど、まあ、少しお話もお伺いしつつ、はい、こう、なんだろう、今井さんがやられている、うん、お仕事なんかも少しね、いいね、紹介してよ。え、ぜひぜひ紹介してよ、それ、はい、なんかもうね、はい、YouTube デビューで、これはおいー、やったねー、BR ルーム YouTube デビューでございます、はい、もう早速お車とパソコンが、まあ、今やってるところでね。これ何やってるんですか。この V37 のスカイラインのお客さんが今来られて、はい、でこれから今データを吸収しながら通信させて、はい、でこの後僕のセッティングしたデータを入れてあげて、え、で、はい、なんとお客さんにまず試乗してもらって、はい、本当にいいものなのかどうなのかなっていうのを見てもらった上で購入してもらうと、はいはい、え、皆さんちょっと待ってください、ね、今コンピューターチューニングしてるってことですか。今やろうとしてるところ、ね、まあね、まあ、コンピューターのチューニングって、ロムを外して、そんな昭和の30年前のはもうそんなお客さんちゃいないし、あの車種代行の、いやじゃあ今のコンピューターチューニングってどういう感じなんですか。もう、ま、その古い車たちはちょっとこっち置いといて、はい、新しい僕の扱っている今のね、10年弱ぐらい、はい、トロッコからの車たちが今
好んでやってるんですけど、はいはい、まあ、それはスポーツカーからミニバンまでやってるんですけどね、うんうん、でそれはノーマルのコンピューターの中のいいところを引き出してあげて、うんうん、で伸ばしてあげる。でそれはどの部分ってどちらかというとお客さんの思う不満な部分っていうのかな、うん、何しろね今ね電子スロットルになってるのが問題なんですよ。なるほど。これ結構うちもね試乗するとき言いますよね、電スロのレスポンスがほわほわってなんかさ一回豆腐踏んでから発信するぐらいわかりますわかります分かります超わかります、ね、あれが嫌なのみんな、はい、僕も嫌なの、はい、だからあれをいかに昔ながらのこの紐というかワイヤーっていうのね、あいつに繋いであげてこうブンブンって動けるっていうのかな、はいはい、に近づけてあげるかっていうことをしながら、うん、そのコンピューターを今風にセットアップを変えてあげてると。新車の状態で、なんですはい、新車の状態で不満あるところを、はい、今井さんが手直しして、そうですね。すごくレスポンスいい感じに。うん、昔のロムチューンだと、うん、タービン変えたから年長合わせなきゃとか、あのね最高速チューニングとか、うん、04のチューニングとかそういうのだと思うんですけど、そうこの車ってそういうこうサーキット走るとかそういう用途ではないんですか？まあ、このお客さんにはまだちょっと聞いてないんだけど、うん、サーキット走りたいから欲しいんですよっていう人はまあちょっと少数派で、普段使ってるのになんでこの車こんな馬力のやつせっかく買ったのに全然いつになったらその馬力出るのって、うんうんうん、このタコメーターで言うと忘れた頃のこの辺でやっと馬力が出るじゃないですか制御入ってやっとみたいな、やっとみたいな、ドッカンターボじゃないんだからさみたいなさ、はい、じゃあその辺をこう解き放つのが今の今井さんのそうですねコンピューターチューニング、だから不満を克服してあげられるためのチューニングをしてるっていうのを、はい、もう本当スポーツカーからミニバンから軽自動車まで、ミニバン軽自動車は車のこうヘビーユーザーっていうよりかはもうライトユーザー向けでも、もう近所のお母さんいっぱい来てくれます、近所のお母さんレスポンスよくなって、近所のお母さんの上り坂とかの、うん、2車線でね、うんうん、バス停でね、お母さんね、はい、右に寄れなくなってね、バスの後ろでずっと待つんだって。あ、登ってかないから。登ってかないから。うんうん、で、バスが走るとやっと自分も走る。だけどみんなの流れにその坂で乗りたいのは右車線に行きたいと。うんうんうん、だけど行けないんだって。ノーマルだとね、なんとなくわかるでしょ、わかりますわかります。受けていかないから。で、それを改善してあげるとギュッとこう元気よくなって。右車線に行けてなるほどね、そう、ね通勤とか通学で止まってるバスをこうクリアしながら、うん、はい、自分が走れると。なるほど。でそれお母さん界隈の中でもちょっと、ね、何人かでこうコミュニティで有名になって、ね、すごいですね。お母さんからのお母さんの中でお母さんともで3台ぐらい続けてきてくれていやなんか新しめの車の中でもやっぱこういうスポーツ系のやつだけなのかと思ってたんですけど、全然ミニバンとかお母さんのミニバン大好評ですよ。そうなんですね。電スロ以外にどういう効果があるんですか？あのね、そこをやり直ししてよくしてあげるとね、うんうん、はい、なんと燃費が良くなってる車ばっかりなの。なんと燃費が、はい、っていうのが万人にも運転できて、うんうん、なんていうのかな、どうでもよく作ってるのが最初の状態だと思うのね。なんでそれを特化してちゃんとレスポンスを考えながらアクセルを追従して触ってくれる人、うんうん、踏んでくれる人のために作り変えると、なるほど、なんで踏み分けてくれると本当に無駄な燃料の分消せるんで、うんうん、だけで燃費向上、すげえ、絶対みんなやった方がいいやつじゃないですか。いやいや、まあ、その不満がある人に ね、はい、ね、でこれで何秒出しましょう何秒出しましょうっていう人は、僕はまたもう一回原点に帰って、うん、ブレーキからやろうよっていう話をしたりとかね、うんうんうん、でもっと慣れてからいじろうよっていうのを、うん、やっぱ昔ながらのものに戻しちゃいますけど ね、 なるほどね。で相当サーキット通っててね、うん、今何秒であと何秒なんですよっていう人たちはもう本当にごく稀に、うん、何万人に一人ぐらいもう絶滅しましたみたいな感じ来てくれるって、それはそれで、あ、この車だったらいいわっていうのはちょっと選ばしてもらって、なるほど、ね、いじらしてはもらってますけどね、はい、じゃあもう本当パソコンつないで、うん、書き換えるだけで、そうです、そうです、もうあとここにこう入ってるこうね、はい、なんかこうね、コンピューターですね、そう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 いろいろなあるコンピューターデータを。ちなみに大体何車種ぐらいもあるんですか、うん、ラインナップ、はい、もう数えきれない。いや、この間軽く見て300いくつだったかな。すげくないですか。写真すごいね、うん、本当に。じゃあ
300種類以上、ね、うん、300車種以上ね、うんうん、普通の車が、いやだから普通の車の方が多いですね、だからミニバン系本当に、うんうんうん、ちなみに、はい、昔例えばロムやるってなると、うん、セッティングや実装でやるだなんだって、うん、結構お金かかったと思うんですよ、うん、今のこういう、うん、まあ、今井さんがやられてるようなやつってコスト面はどんな感じなんですか。その、うん、シャーシー代だろうが何だろうにかける理由もなく、うん、はい、みんなが欲しい部分っていうのは、うん、アイドリングからいいとこ2500、うんうん、でもうちょっと踏んだなって言っても4000か4500ぐらいが、うんうん、もういいとこなのよ、うんうん、そこまでセッティングするって別にすぐそこ出てきちゃうよ、確かにちょっと出ればね、街中でね、そういうこと、車に負担をかけてね、このこんな回してる車種ってほとんどいなくて、ないですね今は ね, ね、これはだって今来ないもんこういう車うちに、ほとんど何万人に一人これなってくるからこっちは別にノーマルでいいのもう極端なんですよ、うんうんうん、っていうことはイコール逆にね、車には負担をかけず、うん、元の通りのまんまで普段のストレスが解消されるっていう、正直言って誰もやってない料理っていうぐらい、なるほどね、うん、はいはい、和食でもなく洋食でもなく、うん、誰もやってない料理を僕がもうこのずっとやってる、20年以上やってから こんなことばっかり、伝説になってからもうずっと、はい、うん、これやるこう施工の時間的にはどれぐらいなんですか。まあ、大体おおよそ30分、はい、早いな、かかっても1時間ぐらい見てもらえばもう、はい、うん、新しくね今日新車なんですよっていう車たちは全く何も情報がなかったりするんで、その通信させるソフトとかそういうものはね作ってもらったりとか、うん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 、がないとできなかったりするんですけどね、蓄積してきた経験とデータがあるからすごいですね、そう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 、今井さんの頭にも全部入ってるわけで、なんでね、山行ってね草木積んでね、うん、これ何の料理にしようじゃなくてね、うん、もう今まで泳いでる魚たちって感じだ、ね、なるほどね、どっちかっていうと ねだから、あーそうだ、これこの料理できるみたいなもんっていうのがもうできちゃってるってことね、やっぱほらレジェンドなんで、いやいやレジェンドなんでやっぱり、でもこれね皆さんにとってはめちゃくちゃ有益じゃないですか、だって普通にね、ま、不満に思ってる人だけだけだから、いや いると思いますよ、いると思う、まあ、その人はうちちょっとホームページ見てもらってね、はい、でその自分の車あんのか、もしくは今までで言うとね、うんうん、この車乗ってるんだけどこの不満があるんだけどっていうのはね、集まってくると次の車種作ってるんだよ、あーなるほどね、逆に、うんうん、聞かないと作ってないの、うんうん、なんでね部品いっぱいこんなガーくっつけて楽しんでる、例えばなんとかっていう車種があったりするわけですよ、うんうんうん、言うとなんか批判の元になるからそういう車種に関しては、はい、そういうこと言われないもんね、逆にね、そんなこと気づかないし、うんうん、そういう人たちはただ辛ければ辛いカレーだと思ってる人たちなの、あーなるほど、それを料理人が行く理由がないそこにはね、うんうん、すごいいい例えだな、うん、でもそういう人たちが今度気づいてね、うん、ああこれこういう風にできたら本当にこの車でもできるのっていうのは募れば、うん、あやりますよ、うん、だってみたいなね、うん、あちょっとあるわね、まあね決してくれるではない多種多様な車でやっていただいてるんで、うん、まあはい、あの概要欄にビレーシムさんの、ね、宣伝だからねこれ言っとくけどね、案件だぜ案件金取れない案件だよみたいなみーくんの LINE スタンプ好評発売中、そう今日ね、はい、今日ねこれね、これねこの場でね、はい、トラスト企画っていうところにね、車引き取り来てもらったんだけど、ご紹介いただいて、これね うちのお客さんね車売りたいんだとかなんだってやっぱ相談いっぱい受けるのね、でその中でやっぱりこうお客さんの声を聞いて、うんうん、いろんな声を聞くミックスする、でそれでじゃあ高く売れればいいんだね、高く売れるだけでいいんだねっていうお客さんも中でいるわけね、うん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 、でそういう人たちは、まあ、時たまオークションなんか行ってる子がいるんで、うん、そこにはい持たして、はい適当に言ってきて、うんうん、1円でも高く売れればいいだけ らしいよっていうのもごくまれにあるんだけど、うんうんうん、でも今までね大事に乗ってたお客さんばっかりなの、うちにこういう相談を受けるのは、そうするとねそのお客さんが今まで使ってた部品とかノーマルの部品とかも全部車に積んでくるのよ、うん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 、でねこういうの分かってくれる人に車を売ってほしいんだってなるわけよ、そうそうね、ドラスト企画ね、ね、そのお客さんからね、あった荷物ね、あったまま、この車用のシートカバー作ってもらったらしいんだよねとかっていうのを、
一緒につけて中古で売ってくれたりもするんで、そうなんですよ、パーツ単位でいけますんで、そうでそれもしくはね、そのヤフオクで売ってとか知らないけど、パーツはパーツでもこうね、ちゃんとね流してくれて、お客さんとしてね、ゴミではなくてね、自分の使ってたものをちゃんとこう、ね、はい、世の中に回してくれてるんだっていうのを、ね、やっぱ欲しい。なんかすごいいいこと言ってくれるじゃないですか。いや商売じゃん、そっちでも。そうだけど、だけどそれはお客さんの言ってることと合ってるんだもん、結果的に言うと。ありがとうございます。本当に無駄に、そう無駄にしてなくて、で、あと気持ちの問題でね、やっぱそういうことしてると、その分少しでもって言って、うん、高く買ってくれるのよ。ありがとうございます、うん、なんで、なんでもね、車預かってるけどいつ来んのって言って電話するといつ行きまーってこうね、もうすぐすぐ連絡くれてね。で、昨日ね見せていただいたお車ですので、そう、はい、そんななんですよ。まあそこもやっぱりね、今井さんと弊社との信頼関係がしっかりあるから、まあまあ、ね、うん、ありがとうございます。いや全然全然全然。お客さんの信用っていうものがね、あってこそだと思うんで、それはやっぱりみんなで守りながらね、ね、もし仮にそこで変な社員が出たりする時もあるわけだよ、だからね。そしてそれちゃんとみんなでこうチキッやれる、チキッてやれるようにドキみたいな、みんなでね、みんなでやらなきゃダメなんですそれはね。ね、まあこういう感じで、あの、こういうレジェンドのね、今井さんとかと関わらせていただいて、うるせえ爺だから俺は。でもこうなんか業界全部でこうね、協力してやりたいですよね。ちゃんと命のあるものだからね、うんうんうん、それを無駄にただものっていう風に見ないでね、そう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 、本当その通り、本当にね、心を接してね、やっぱ欲しいよなって思うもんね。そうですね、うん、はい、なんかめちゃくちゃいい話いっぱいしていただいたんで、もう尺がめちゃくちゃ長くなっちゃったね。そうなの。いやもうね、全然大丈夫です、本当に。で 次はちょっと、うん、すごい周りこう気になるものいっぱいあるんですよ。いや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 、ちょっとお仕事終わった後に、いやいや、まあそうだね、この後ね、この後ね、ぜひ、はい、ぜひ、はいはいはい、とりあえず、ちょっと、ね、社長にはちょっと内緒に、うん、しとくんで。ありがとうございます。じゃあすいません、お仕事中断させてもらって、よろしく、ちょっと引き続きます、はい、お願いします、はい。今まで、まあ、乗ってて特に不満はなかったんですけど、まあ、もう少しちょっとパワーが欲しいなっていうことで、少しちょっとトルクが欲しいなっていうところで今回踏み切りました。おお、でどうよ、期待と答えとのマッチングとしては。そうですね、ちょっと少しほんのちょっと試した感想なんですけど、でもちょっと車が変わってるっていう感じはします。伝わります。できる、僕的に言うとね、もう別物だと思った扱い方してほしい。でいいところいっぱい入ってるんで、はい、このちょっとで体感できました。そうですね、少しやっぱまだちょっと長く乗ってないんで、ちょっと何とも言えないんですけど、すごいの言いますけど。でも、まあ、納得はいくような感じにはなりました。ありがとうございます。坂とかもちょっと踏まないと、うん、あの今試してもらったら登りなくて楽でしょ。そうですね、全然楽です。もともとそんなに乗ってて不安はなかったんですけど、やっぱもう少しちょっと欲しいな。なるほど、ありがとうございます。言った通りですね。いや、まあまあまあね、その最大の馬力ってなかなか出すわけじゃないしね、普段、ね、使ってるところをよくできてるっていうのが僕の思ってるこうね、チューニングなんで。そうですね、普段やっぱ街乗り、やっぱ一般道がメインで乗ってるので、どうしてもそんなにアクセル踏む機会がないんですけど、ね、その部分が良くなってるでしょ。そうですね、はい、ね、そこメインなんですよ、まあ、今までいろんな車乗ってきましたけど、はい、やっぱ今までの中でこの車が一番ダントツで速い。おお、うん、いいねいいね、よかったよかった。今日ね、はい、急にね、はい、インタビューしちゃってるんですけど、はいはい、ありがとうございます。彼はね、はい、トラスト企画っていうところから来たんだけど、あ、動画で YouTube で見たことあるんじゃん、この人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 ね、あるよね。本人ですみたいな。チャンネル登録よろしくお願いします。宣伝した。よかったですね。はい、最高。あとね、近所のお母さん来てくれるともっと嬉しいんだけどね。あのスーパーでチラシ配りましょう。ああ、なるほど。あの詰めるとこにね、貼っとくみたいな。チャンネル登録お願いします。うん、
さあということで今井さんお仕事一段落したということでちょっとなんかお邪魔してるそうちょっとガレージ紹介っていうかちょっとなんか自慢したいみたいな感じで俺がかよ帰りたくないからあれ何これ何ずっといるんだよこの人でもちょっとねもうどうしても気になる車が1台そうね僕のねお気に入りをね見てよ自分たちがね生まれる前の車でしょこれねねあの1103に出たこれやばいねこんな綺麗な状態で残ってるもんなんですね国宝だよ国宝いや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 もう50年ぐらい前、ね、そうちょ50年ちょい前だねこれねもう40年前の車が AE86 ですからそれよりも10年ぐらい前のねわーすごいこれはもう今井さん、うん、オリジナルのステアリングですかそうですかっこいい欲しいこれもう夢ですよねこの自社製品車に組み込むって、うんうん、確かにすごいなやっぱね渡辺なんですよいいですねあ切削リムが似合いますねこれ14インチ13インチ、ね、13でね、うん、この50タイヤが欲しくてさね50が欲しくてさ50これしかない、ね、そうでこれね、048、うん、本当はタイプ D がいいんだけどねでもほらあのどんどんデブになっていっちゃうからさ、うん、今井さんこれいつぐらいに手に入れたのは本当去年年末近いところのギリギリ手に入れたんだけど、はいはいはいまあ、前の持ち主の方がね、うん、買った時から知ってて、うん、でその人がね、いっぱい手掛けてよくしてくれるのは知ってたから出来上がった頃を見計らってまた遅いって言ってなでこれ僕の車だよねこれ僕の車だよねこれ僕の車だよねなんでこれなのかっていうのはまず、はいはい、聞きたいです免許取って一番最初に買った車が同じ1103なるほどその上に GX5 だった当時のねすごいな5速のあ4速5速か5速5速5速ですね5でねそのいわゆるローバックっていうやつでねええうん、なるほどなじゃこれもうレストアされてある状態だから、うん、そうそうそうもうもうもうかなりもうねこれ以上できないんじゃないかぐらいね綺麗にしてあってやばいよでしょ、はいうん、これねこうやってねオープンってなるかっこいいすごいこれはかっこいいこの角度大事だからバイク用らしい FCR ですかじゃないけどなんかキャブバイク用だって聞いたんですけどね、まあ、僕はね、うんうんうんまあ、これ今これから仕上げていくっていうか僕好みにしていくのに、はい、まあ何ステップも今やりながらね外側からやってるんでまずこのフロントリップ、リップ、作ったのこれすごっワンオークこれあのね、うん、サニートラとかとも共通的にいけちゃうんだけど、うんうんまあ、デザイン的にちょっとね微妙に大きさ長さとか、うん、僕の好みじゃないんで、はいはいはい、それは作らせてもらってすげえでこれグリルもね改装した昔ねこうやって持って外側こう切ってねメッシュでねメッシュ入れて、エンブレムこうやってすげえ当時はこれちょっと斜めにつけてたけどねこうやってねうんあ小僧だからさ18歳の俺がやってたチューニングを今もう一度やりながら素敵だな、うんエンジンも、はいまあ、今風にまだやってないからあれだけどね、はい、あのインジェクションにしようかなと思ってあそうなんですね、まあ、いわゆるお得意なコンピューターで、はいはいはい、コンピューターで、フルコンにしようかなフルコン制御で夢あるなボンネットここを切ることでここまで上がるんですそう当時当たり前に流行ってたいま、ねうんうん、だに86にこれやる人そうそうそうレースの車なんかみんなメンテナンス重視でこうやってギャッてやって、うん、でこっそエンジンを下ろせるから、うんうんうん、AE なんかもそうじゃないそうそうこうやってやるとエンジンを下ろすのにさ、ボンネット外さないでするから、うん、頑張ってヒンジ曲げました、うんね、やっぱ原点に帰ってくるんです ね、 本当ねそうだね、うん、やっぱねこういろんなのあれしながらね原点がこれでね、うん、でもこれね大木さんとその話たまにするんだけどね、はいはい、これ今ね2週目なわけですよね僕的に言うとね2週目次何ですかって言われた瞬間にいやごめん2週目行きたくないんで俺次買ったの 240ZC なんだよねもう値段がやばいことやったもうこんなになってるじゃないでその次何って言ったら箱塚の GTR なんだ俺もうボスに住んでるよ俺みたいなまあ次 130Z 本当に日産車ばっかりかなうんうん、うんまあ、その間にサニーはねずーっと乗り続けてるの2代目3代目4代目ぐらい4台か5台買ったの、うんうんうん、
すでに110は持ってながらも他の車種があったみたいなね、うんうん、でもやっぱいまだにねこれで PS レースのまたやってる人もいますもんね。ちょうどなんかやってるもんね。ね、いやあれを見るともう憧れちゃって、もうもう一台持ってたらああいうふうにしてもいいなと思うけどね。これもなるべくこうすっきりした状態にはしておきたい。もうこれナンバー取って乗ってるっていうのがもう最高だよね。大切にしてください。戦いたい方はね KB61 あたり買ってもらって47かな。ああなるほどね。47だね。あ647だね。やっぱね同じ年代はね。要するにもう令和4年なんですけど。あ5年ですか。結局古い車。そうって言ったら自慢したいだけの。そうあだあれ。そうこんなのもさそんな自慢大会で言ってさ、はい、どっかさイベントにとかった時にさ。うんうん、表のイベントなんか行けないもんね。もうね、もうね濡らしたくないから。絶対ね濡らしたくない。雨天とか動かしたくないぐらいもうね。僕も某所の YouTube で一回ね、うん、拝見して、うん、わこれはやばい今日絶対見に来てもらおうと思って、ね、某所の YouTube で有名な趣味です。阿部さんの趣味で撮らされて。いやでも結構ね年代的にあの気になる人多いと思います。あーまあね、うちの視聴者の皆さん ねここでこう目を引いておいて、うん、あのロムのそうロムのお話を、はい、あなるほど。これを見に来ながらコンピューターのチューニングしに来ようよっていうことだね。あ間に終わりますからね。あ、なるほどね、はい、もうその CM ねこれでね。そんな感じです。まあこんな感じで、あの、うん、コラボ、まあコラボっていうかね今回は楽なあのコラボって言えないね。まあね、車両をね、まあ、うちの紹介してもらってる感じでね、はい、いやいや本来はね、うん、お付き合いさせていただいてます。はい、お互いウィンウィンな感じになるようそうですね、そうだとうまく活用していただけると、うん、そうだ YouTube みんなでさちょっとさこう今回に限ってすっげえ再生良かったよねなんて言ったらさ俺が嬉しいよね。自分でやっちゃうからね。いや俺にはその YouTube ってセンスがそこにはなくてね。こんなに楽しい話をお伺いできるんだったらね皆さんもね、お話もっと聞きたいな。カメラに入ってない時の方がね盛り上がってる。そうです、実は趣味の話普通にしてますから。趣味の方がもうね盛り上がってるからね、はい、こういう形でまたあの、まあ、今井さんももちろんなんですけど他のねチューニングショップさんとかとの関わりも YouTube であのお伝えできたらなと思ってますので、ね、ぜひ今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。気になる業者さんショップさんメーカーさんぜひご連絡ください。そうですね、コメントいただければ我々もいけるかもしれないのでよろしくお願いします。はい、じゃあ今日今井さんありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車。現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。